走らないとセルと勝負にならない、あるいはたまに負けちゃったことがあるぐらい、今はレベルが高い、はい、去年も卒業レースを見学させてもらいましたけどね、中野慎二さんとセルと違う大バトルを展開しましたね。そうですね、結構みんな先生もマジに持ってますんで、はい、ああいうのも日常茶飯事に入れる、そんな、授業風景なんです。そうですね、言葉の説明だけじゃなくて、サーキットの中で走りながら一緒にバトルしながら本当の実践練習って感じですね。なるほど、はい。まあ、ジョーナリストさんももともとカート出身でもありますしね、いい選手を育てるそのノウハウといいますか、カートから4人に上がって、必要なこともいっぱい知ってると思うんですが、一番必要なことって何だと思いますか。いや、まあ、本人の根性というか、人間性というか、その闘争心というのが一番重要だと思うんですけど、ちょびっと頭がいるのと、いい先生とかいい